これからどういうふうに進めていけばいいかというところの参考にさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、こちら、茨城県の有機栽培の現状と課題という、すごい大げさなタイトルがついてるんですが、今の、茨城県の有機農業の現状としましては、やはり県としてはですね、今農業の担い手が減っていく中で、やはり大和田さんのようなこう農業として経営として成り立って強い、こういった不況の中でも生き残っていける農業者さんを育てるというところがまず大きな、メインとしての命題としてございます。で、その中でですね、今県の方で取り組んでいることをこちらの方で説明していきたいと思います。こちらの写真なんですけれども、今大和田さんの方が、昨年度からですね、新たにこう石田さんに生産を始めました常陸大宮市の三好圃場の写真でございます。非常にこう奥の方に山も見えて、中川沿いのですね、非常にこう自然豊かなところで、こちらで、大和田さんの方で、レインボーフューチャーさん、作物栽培開始されてまして、この写真見えるのが、ほうれん草ですかね、ベビーのほうれん草などを、栽培されています。石田さん、なんか画面失礼しちゃった、ちょっと待ってください。あとなんか右の方がちょっと見えなくなってるんですけど、これ新しいコレクションみたいな、なんか今どこ押せばいいのかなと思って、実はどこ押したらいい新しいコレクションっていうのは、なんかバスをバツしてもらったら多分いいんだと思う。それです。それです。あ、そうです。OK です。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。これで大丈夫ですか？はい。見えてます。大丈夫ですね。はい。これも見えなくても大丈夫か。大和田さん、これ。もう一回全体を大きくするってどうやってするんでしたっけ？顔が横になって。今、実はいろいろ触ってたんですけど。でも多分これだと思います。これで大丈夫ですかね。大丈夫ですか、ね、はい。一番上のバッテンの隣の、四角が2つある。それで全画面になると思う。違うか。あ、ごてもですか。あれ違うか。なんか余計なのが出ちゃうから、戻したいなと思うんです。あ、そっか。画面共有する。じゃあ、これでいいです。大丈夫です。見えますよね、皆さん。大丈夫ですよね。大丈夫です。いいです。はい、はい。あ、これじゃダメです。あれ、大丈夫です。落ち着いてください。大丈夫です。大丈夫です。ちょっと待って。はい。これ消しちゃっていいのかな。ちょっと待ってください。もう一回開けますから。大和田さん。はい。この前畑お邪魔しちゃいました、勝手に。ああ、大丈夫ですよ。いつでも、見に行っちゃいました。雨少ない限りは、今収穫三昧ですから。そうですよね。大樹さんもすごい、朝早くから、作業されてました。今ね、木工が大活躍してるんですよ。そうですよね。ほうれん草とベビーと人参と。ベビーと人参とね。うん。あれ、やってるんで、だからこちらでも人が足んないから、週3回応援に行ってます。あ、そうなんですね。そう、見てますか。あ、いや、これ多分石田さんのパソコンが見えちゃってます。石田さんの、先ほどの資料をもう一度ダブルクリックして開けていただけますか。画面共有からやり直しだ。最初からじゃあ入った方がいいかな、もう一回。あ、じゃあ画面共有解除させていただいて一度。はい。で、そして。あ、すいません。あ、一回ご解除してもらっていいですか。あ、そちらで画面共有、あ、はい、それで。そして、すいませんね、今年が。あ、全然大丈夫なので、ファイルをもう一度開けていただいて、そして画面共有をしてください。はい、ちょっと待ってください。はい、大丈夫です。
開いて、はい。なんかこっちに今戻します。ちょっと待ってください。はい。これで、で共有をしていただければ。これでどうですか？あ、大丈夫です。すいません、本当にすいませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと切れてるけど、これはなんでなんだろうか。さっきは自分たちのミュージアム。あ、そこまでしないでください。これで？なんかずれてる。なんか実はさっきおかしいなと思っていろいろ触ってしまって。あ、なるほど。今度こうするとどうだろう。じゃあ画面を大きくしました。はい。何なの ?9 分の1拡張。今度どうで、これでどうでしょうか。画面共有からかもしれない。あ、でも違うんだけど。これでどうですか。ああ、見えました。OK です。バッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。すみません。すみませんでした。もう本当に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど大丈夫ですかね。はい。はい、でこちょうど去年です。人参が初めてこれ収穫されたところで、ちょうどお邪魔しましたら、こう非常にこう色鮮やかな美味しそうな人参をこう収穫されているところでした。で、この隣がほうれん草ですね。あのほうれん草も非常にこうやっぱり大和田さんのこう技術があってだと思うんですが、初めての土地で。ここまでこう揃った生育させるっていうのは多分やっぱり技術がないとあの難しいと思うんですけれども、まあ、そこはやっぱりその大和田さんの技術力でこう一作目からあの安定して生産されてるっていうのはやっぱりさすがだなと思ったところです。やっぱり有機農業でも農業ってやっぱり技術がやっぱりベースにあって、それが大切なんだなっていうふうに感じました。でもやっぱりまだね、土がいけないですよ、土があれですか、うん、いけない。そう、すごい濃いオレンジ色で美味しそう。ね、オレンジ、そう。で、この人参の品種は、はい、あ、ひとみごすんとアロマレットっていう品種なんですね。うん、で、ひとみごすんは非常に生産者として作りにくい、あの、人参なんですけども、ただ食べるとものすごく甘みと美味しさがある。うん、だから、あの、生産者は、あ、美味しいんだけども、ただ生産量とか割れやすいっていうことがあって、生産量が上がってこないんですね。でも美味しさは一番じゃないかなと思ってます、うん、でアロマレットっていうのはあのハーブの香りがするんですよ、あのほんの少しね。だからそういうふうな名前で、販売してるところもありますね、うん、ただあの一味五寸までは味はいかないかなって感じですね。だから来年はもっとやはり安定した生産力を上げなくちゃ、やっぱり土をもう少し改良しないとダメかもしれないですね。まだまだちょっとまだ 2,3 年かかると思います。じゃあまだこれから試行錯誤しながら生産量を上げていくっていうところですね。はい、はい、そうです。はい、これ先生、これ次のページって いきますかね。次へとか言っていただいたら、じゃあ次へお願いします。次だってやっていただける、はい、これをずっと下に行くだけじゃないの、うん、志田さん、次のページ、ページ送ってください。 あ、はい、ありがとうございます。はい、もう皆さんには本当にあのご存知のところだと思うんですけれども、まあ、有機農業、まあ、生物の多様性とか、あの生物的な、まあ、環境、土壌の、まあ、有機活性とかですね、まあ、農業生態系のこう維持して、まああの前提、まあ、農業生産性を維持しながら、あ、こう環境にも優しい生産システムでありまして、でまあ、基本的には化学合成農薬を使用しないと。で可能な限り、まあ、物理的、生物的、いわゆる太陽熱消毒、太陽の熱で、
土の中の悪い菌をやっつけたり、生物的、例えば、天敵を殺さないように化学農薬を使わないで天敵を増やすようにするとか、そういった方法を使ってやるシステムでございます。有機栽培方法でして、で国内における有機ジャス補助の面積で言いますと、まあ、茨城はですね、まあ、34,131R、まあ、全国が107,9178R ですので、まあ、全体的にまだ全国の 3.2% とまだまだ少ないという状況でございます。また、農家さんの個数ですね、ジャス認証を受けている個数で言いますと108個ありまして、まあ、全国の3718個あります。まあ、その中の 2.9% ということで、まあ、こちらまだまだ茨城では伸びる余地が、伸ばしていかなきゃいけないなというところでございます。次のページお願いします。はい。で有機食品の市場規模ということで、まあ、これちょっと統計が古くてですね、なかなか最近のこう有機市場どうなってるかっていうのは、まあ、コロナの影響もありまして、まあ、こちらとしても概況はなかなかつかみづらいところではあるんですが、まあ、外食の方が伸びずに、まあ、ちょっとなかなか苦戦している中で、宅配ですとか中食の方が、まあ、特に宅配事業なんかこう好調だという話も聞きますし、有機野菜を専門に扱う、まあ、宅配市場さんもありまして、まあ、それに、まあ、乗っかってですね、有機食品の方も、まあ、状況としては悪くはないんだろうというふうにはこちらとは見てるんですが、まあ、この辺大和田さんの方ですね、後でこう、まあ肌感覚といいますか、もう情報は大和田さんの方が持ってらっしゃると思いますので、ちょっとその辺も後ほど今の、まあ、市場の状況といいますか、そういったところも伺えればなというふうに思います。次お願いします。で県、まあ、そういった中でですね、県としましては、冒頭で申し上げましたように、こう大規模な農業形態、強い農業形態をやっぱり作っていくと、農業で飯を食っていけるといったところの農家さんを育てていくということを目標にして、まずは大きい目標にしてますので、こういった茨城オーガニックステップアップ事業ということを通しましてですね、県北地域で新たに有機農業を始められる方に対して、まあ、施設だったり機械の農業機械の、まあ、導入するときの支援だとか、そういったことをさせていただいてます。また2番目の方に有機農産物の生産技術支援ということで、例えば大学等と連携した土づくりの実証研究で、こちら大和田さんの畑でお世話になって今こう、まあ茨城大学と連携して、堆肥を連年使用していくこと、堆肥をこう続けて使用していくことで、土の状態がこう作物の生育には、まあ、どういう影響を及ぼしていくか、土の状態がどういうふうに変わっていくかというところを今データを取っているといったところでございます。また後ほどご紹介しますが、有機農業技術の拠点実証法ということで、まあ、大和田さんの畑をですね、まあ、拠点の実証としてさせてもらって、いろいろ、まあ生産技術のデータを取らせてもらったりとか、あるいは地域の方にこう有機農業のこう現場を見ていただいて、理解を深めていくということを支援させてもらっています。で、そういったデータとか、まあ、実証法の調査結果を後々ですね、今度は有機農業を目指してこう入って茨城で農業をやりたいよという方も毎年いらっしゃいますので、そういった方にこう 役立てていただけるように、まあ、そういったその技術とか経営事例集というものを今後作っていくというところを進めています。この事業で、まあ、大和田さん右の方の地図になりますけれども、ですね、筑西市の方から県北地域、日立大宮市の方の、まあ、三好地区というところでありますけれども、秋の業、今度、県北の方で始められたといった状況でございます。次お願いします。でちょっと話、若干それますけれども、日立牛、茨城県で日立牛、まあ、非常に生産盛んで、まあ、有名で、最近では輸出もされていますけれども、まあ、そもそも日立牛って、実は江戸時代に徳川斉昭公が、まあ、現在の水戸市に、まあ、牧場、桜の巻を設けて、まあ、黒毛の牛を飼育したという記録が残っていて、まあ、その後、時代を経て、まあ、県北ではかなり、この黒毛和牛、まあ、肉牛の生産が盛んでして、でまあ、一方ですね、やっぱり牛を飼っていると、だいぶ排泄物が出ますので、そういったのをどういうふうに活用していくかということが、県
県北地域では、まあ、課題の一つとなっています。次お願いします。で、そんな中ですね、あの県では県北地域、担い手が農家さんの農業の担い手が少なくなっていって、まあ、どうしてもやっぱ地勢とか流通面で、まあ、条件が不利なっていうところもあって、なかなか担い手さんがこう減っていってしまうというところもありますので、まあ、有機農業を推進して、有機農業を始める方を県北に誘致して、県北地域の振興ということを推進しているところです。で、先ほどのその牛を飼っていて排泄物がたくさん出ちゃうというところと、あと、まあ、有機農業、まあ、ご存知の皆さんご存知のように科学的に合成された肥料とか農薬を使用しないこととか、まあ、そういった有機農業ありますので、まあ、県北地域で良質な堆肥がいっぱいありますので、まあ、地域の資源といいますか、そういったものがいっぱいある県北地域で有機農業を始めるというのは、これはまあ一つのメリットになるのではないかなというふうに、考えております。いいお願いします。で、まあ、ちょうどこう、この写真、あの大輝さん、まず息子さんですけれども、写真に使わせてもらいます。そうなんですか。あ、そうなんですか。で、あの、こういったことでですね、県のちょうどそういった県北地域で大きな農業形態に農業を始めてもらいたいという思惑と、まあ、そこに、ちょうど大和田さんとの思いが合致しまして、昨年度からですね、常陸大宮市県北地域で、まあ、大和田さんの方がこう、有機農業を始められまして、まあ、モデル団地と位置づけさせてもらって、まあ、先ほどのようにこうデータを取らせてもらったりとか、今後、まあ、県北地域で有機農業をさらに広めていこうというところ の、 こう、まあ、あのベースということでさせて気づけさせてもらっています。ちょうどこの時もあの人参収穫されている時で、非常にこう美味しそうないい人参が取れているといったような状況でした。次お願いします。瞳ごすんだね。あ、これ瞳ごすんですか。こっちは、はい、で、やっぱりあのどうしてもですね、まあ、県北地域に限ったことではないんですが、まあ、新しい方がこう入ってきて、まあ、毎年毎年ですね、東京の方からも茨城で農業始めたいってことはっていう方が見えたり、まあ、県北に限ったことではないんですが、やはり地域の住民の方としては、まあ、どんな人が入ってきたのかなとか、あの畑はで何かやってみたいだけどって、こうなかなか周りの人はこうあの気にはしてるんですけど、なかなかまあ、話しかけるというかコミュニケーションを取る機会も、まあ、ないくはないんでしょうけど、まあ、そういったことで、まあ、地域の住民の方の理解も促進したいという思いがありまして、去年の10月、まあ、大和田さんにやっぱりお世話になりまして、まあ、地元住民の方とか関係者を集めまして、こういった産地見学会ということで、地域の方に受け入れ、まあ、大和田さんの方でね、あの日頃からコミュニケーション皆さん周りの方と取っていただいて、まあ、非常にあの周りの方もあの受け入れてくださっているんですけども、さらに、まあ、県の方としてもそういったところでですね、あのスムーズに、今後も営農できるようにということで、まあ、あのこういった産地見学会も開催しまして、でこの時もあの収穫体験、大和田さんにお世話になって畑のちょっとあの作物取らせてもらって、まあ、地域の方もあのこう右側の一番あの縦の長い写真の方にありますように、まあ、非常にこう収穫いっぱいしてですね、こう盛り上がったといったようなことでございました。大和田さん、この時は大変お世話になりました。ありがとうございました。おそらく地元の人たちが皆さん、お子様たちかな、大変喜んでたみたいですね。取り放題だからはい、まあ、非常にこう、私はちょっとこの時はいけなかったんですけど、非常に漏れがあったよっていう話、あの報告は。そうですね。はい。奥様たちが大変喜んでましたね。喜んでました。はい。で、次お願いします。はい。はい、ありがとうございます。これが最後のページになりますけども、ちょうど朝行くとですね、こうやっぱり県北地域で、まあ、澄んだ空気の中で、こういった奥の方に山が見えて、中川沿いの、まあ、大自然の中でこういった有機農業を、されていると
まあ、ここで取れた野菜ってさぞかしやっぱり美味しいし健康にもいいんだろうなっていうことでこう非常にこういい写真だなっていうことで自分で撮って自分で言うのなんですが私の気に入っている一枚なので最後皆さんに紹介させていただきました以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。共有停止しますか。はい、お願いします。はい、素晴らしいお話を、大変貴重なお話をありがとうございました。大和田さん、何か追加することとかありますか。はい、ありますよろしくお願いいたします。ですね、米山さんね、県の方でやはりバックアップを大体的にしていただければ、新しい若い人たちがおそらく県北に行きたいっていう人がぼちぼちと増えてる、声が聞こえてくるんですよ。だからまあ、私どもでほらステップアップ事業とかパワーアップ事業で活用させていただきましたけども、やっぱり新しく入る人たちはやっぱり力がないんで、やっぱりその時に若い人たちをバックアップできるようななんか体制できれば一番いいのかなと思います。おそらく私ちょうど1年経ちましたけども、できてる畑もあるし、まるっきりできてない、できない畑もあります。だからそういうのを1年、かけないとわからないんですね。やはり小さい畑を、まあ、おそらく一人でやった場合は、なかなか大きい畑借りられないから、失敗はできないんじゃないかなと思うんですよ。私なんかは、失敗してもいいから、まず土質とはどういうものかっていうのを、まず、栽培してみて、あ、これはもうできない畑っていうことで判断していろいろ改良していくんですけども、やっぱり生活かかってくるとそこまでできない人が多いと思うんですね。だからやはり土壌改良っていうのはやっぱり 全体的にバックアップしてやったり、生活面も見てやんなくちゃならないかなっていう感じはします。でそれが一人独立して生活できるようになってくれば、おそらくどんどん増えていくんじゃないかなっていう感じしますね。うん、まあそういう形をうまくバックアップできれば、一番県の方でね、少しでも力を貸していただければありがたいなと思います。まあそれが感想です。その通りだと思います。どうですか。はい、貴重なご意見ありがとうございます。私もちょっと今回の趣旨と話、もしかしたらちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、私前この農業技術展来る前は土浦の普及センターっていうところでやっぱり就農相談の担当してまして、やっぱり東京とかあるいは東京に出てったんだけど、働きに出たんだけどやっぱり茨城がいいって、茨城に帰ってきたい、で農業始めたいんだっていう方、若い人は結構相談に見えるんですよね。でやっぱりその時に課題になるのがやっぱり農地、農地とあとはやっぱり技術ですよね。技術、農業やりたいっていう思いはやっても、やっぱり農業で食っていくっていうのはやっぱり大和田さんの前で言うのもあれですけど、やっぱりね、しっかりした技術があってしっかりしたものを作れないと、でそれを売って対価を得てっていう生活していくっていうことがかかってくると、やっぱり技術って大事だと思いますし、農地と技術とあとは、まあ、売り先だったりっていうのがやっぱり大事になってきますけれども、そういったところですよね。そういったところの支援だとか、あれやっぱり最初立ち上がるときにやっぱり資金面っていうようなことも必要になってくると思いますので、まあ、そういったところですね、支援させてもらって、で担い手が減ってきている中、やっぱりそういった方、農業外から農業に入ってくる方っていうのはやっぱり今後ますますこう支援させてもらっていかないと、今の農地維持できなくなってきちゃうと思いますので、で生産量も減っていっちゃいますから、そこはやっぱり大事だなというふうに思います。どうも貴重なご意見ありがとうございます。はい、いえ、私もサラリーマンの出身 で, そうですよね。
ものすごく苦労しました。で、やっぱり5つの、内容のことが農業を独立するためにはないとまず難しいんですね。1つでも欠けたらまずダメだと。で、その1つはまずいい畑、何でもできる育つような畑にをまず持つこと。で、2つ目はやはり先ほど言ってた技術ですね。農業技術、やっぱりこれを有機でやる場合にはやはり、虫との戦いだったり雑草との戦い、そういう知識を学ばなくちゃならない。で、もう一つは設備です。設備がないと今の農業はできません。万能で耕しなんかできませんからね。だから手で掘るなんていうのはもう何十年前の話なんで、やはり、機械化をやっていかなくちゃならない。あとは農産物をやるためには資金が必要です。やっぱり運転資金も必要だし、機械を買 う設備のお金が必要。あと冷蔵庫も必要だし、いろんなハウス作るのにもお金が必要だし。で、最後には一番肝心なのは流通です。やっぱり市場に出したり農協に出してしまうと市場の流れで、去年のほうれん草なんかは一束30円とか、そういうふうなことの市場に流してしまうと人件費も出ない、費用も出ない、経費も何も出なくなってしまう。やはり相対で、最低でも半分ぐらいは相対して金額を決めて、販売する。そのためには何が必要かっていうと、美味しい野菜を作らなくちゃならないです。で、納得してもらって、お店の方でも スーパーでもレストランでも使ってもらう。まあ、それが5つのことが全部揃わないとなかなか一人前の一人だけはできないんじゃないかなっていう感じはします。まあ、それを私は実践して、やってきたわけなんで、痛烈にそれを感じてます。まあ、ぜひこれを参考にして、いろいろ指導したりやっていただければありがたいなと思います。私からもちょっと質問があるんですけど、茨城県内108個の有機農業者の方が認定されているとお話先ほどあったんですが、この108はどのぐらい、どの地域に多いんですか？で、どんな農業者の方なんですか？そうですね、そうですね、ちょっと統計的には出てないんですが、まあ、私、まあ、普及センターの現場にいた感覚で言いますと、やっぱ地域的にこう有機農業が多いというか盛んな地域がありまして、まあ、おそらく、まあ、つくば市近辺だとか、はい、つくば市、矢田部とも JA さんでこう有機農業を推進しているような JA さんもありますので、つくば市近辺と、まあ、あとつくば市近辺はやっぱりその、なんですかね、東京方面からこう若い人が結構入ってきてますので、まあ、そういう方って有機農業やりたいって方が多いので、まあ、つくば市近辺と、あとはちょっと前から有名なのはやっぱり石岡市、実は私石岡市なんですけども、の八里地区、旧八里町にありまして、そこの JA 八里さんは、まあ、生協さんと組んで、東都生協さんと組んで、有機農業部会っていうのがあって、集団で作ってまして、そこは非常に有機農業盛んに作ってますね。で、やっぱりご夫婦で、これから農業始めたいっていう人を受け入れて、1年間、まあ、農協でこう勉強し、農協の部会で、まあ、有機農産物を作ってる団体の方いらっしゃって、まあ、そのすでに有機農業やってる方から教わって1年間かけてこう勉強して、でそんで独立していくシステムができてまして、で JA さんなんか非常にこう地域的には多いんじゃないかなというふうに思います。大和田さん、大体あとはそういったところですよね。そうです、そうです。つくばが一番大きい、
多いかなっていう感じします。でやっぱりあの JA が有機を推奨していて一緒にやるっていうのは力はありますよね。流通はあるし、ね、あとはあの畑もおそらく貸してくれるだろうし、だからそういうな面でも資金もおそらく融資なんかしてくれると思います。そうですね。でも県の方でも今そういう融資ありますもんね。そうですね、あの収納するときに、私は借りられませんでしたけど。だから今はかなりのバックアップはしてくれてるかと思うんですけども、まあ、そういう、JA とかが一生懸命やってくれれば非常に入りやすい、入りやすいですかなっていう感じします、ね、はい、先輩からね、周りからこう技術も教えてもらったり、あるいは、ね、はい、畑なんかもいいとこ、畑空きが出たからやってみたらどうだっていう、その辺のこう、ね、紹介なんかもあったりしますからね、はい、集団でやってるところは強いのかなっていうふうに思います。でもあとは新規就農者だと、全国、国の方から3年ぐらいですよね、補助金が出るのはね。経営開始型っていう農業次世代人材雇用のやつで、労働この絵は3年ですかね、3年間ぐらい、はい、ね、結構出ますから、はい、その間に技術を学べば、そうですね、ある程度は一人たちできんじゃないかなっていう感じですね。そうですね、いろいろ今はねいいんですよ。私の頃はそんなのはなかった。そうです。20年前は何もありませんでした。ね、何か質問、あ、皆さんから質問どうぞ。大和田さんや米山さんへの質問どうぞ。なんだっけ、坂本さんいらっしゃいますか。北中央宮に、はい、引っ越しにしてもいいっておっしゃってましたけど、まあ、何かあれば、はい。まあ、とても魅力的な、こう計画というかプランなのですごく興味を持ってるんですが、やっぱり現実的に、まあ、資金とか資本金っていうものがいると思うんですけども、そういったものだいたい新規収納っていうのはいくらぐらい必要でしょうか、お聞きしたいです。私が答えがいい、たまえですか。いや、あ、まあ、大和田さんでもどちらでもいいんですけど、はい、だいたい私が新規収納して最初に、資金やったのは約1000万ですね、まず何を作ったかっていうと、ハウスと冷蔵庫、作業場、事務所、そういうものでだいたい500-600万、それと防虫対策ですね、防虫ネットを100本買ったんで、これだけでもう200万ぐらいかかりました。で、あと自分の手持ち資金を運転資金にして、で、とりあえず1年間めちゃくちゃ働いて、もうなるべくもう給料を安くして、売り上げを上げるっていうようなことをやりました。で、どんどんとお客さんが増えてきて、どんどん売り上げ上がればもちろん給料も上がっていくというような、形にして3年間は我慢してやりました。だからできないことはないと思います、運転資金というのはその1年間どのくらい必要ですか。500万あれば大丈夫です。まあ私どもは最初から雇用してたから従業員を、で、まあ、独立するときに私一人だとおそらく、生産と販売と管理は一人じゃ無理だろうということで二人で立ち上がったんですね。だから一人はもう生産の方にもうずっとやってもらって、あと窓口は私がと生産両方やるというような形をやったんで、生産の方が安定してたんですよ。だからその分のあと従業員も最初からパートの人2人雇用してましたから、ということは給料が必ず発生しなくちゃ、その点で500万あればとりあえず1年間持つだろうというような形でやりました。で、自分一人でやる分にはそんなには必要ないと思います。自分の生活を自分で早く稼げばいいんです。
ありがとうございます。はい、あの場所は常陸大宮でよろしいですか？あの最初立ち上げたのはあの筑西市です。あ、そうですよね、大和田さん。はい、で今のけ、はい。で今常陸大宮の方に、まあ、去年からですけどね、5ヘクタールお借りしてやってるんですね。はい。で今県と一緒にあの農業団地を、まあ、今作もう出来上がっているんですか？これはですね、あの何箇所か候補があって、それに適したところをいろいろ紹介するみたいですよ。そうですよね、米山さんね。なんか来てた事務所。まあ、県北地域なかなかこう耕作放棄地なんかも増えていて、作ってもらいたい人をこう募っているところなんですけど、やっぱりなかなかやっぱりもともとやっぱり県北地域って正直に申し上げるとやっぱり山があったり井戸が出づらかったりして、こう山があるとやっぱ日陰、朝のうち日陰になっちゃうとか、そういうのがあって なかなかやっぱり地理的には不利なところもあるんですけれども、まあ、そういったところでこういくつかこう農地地域というか地区がありまして、まあ、それをこうご紹介して、もしここでよければということでこうマッチングすればということで、あのご紹介、まあ、土地の紹介をさせてもらっているというところで。ありがとうございます。で今の話の内容だけですと、あの畑なんですけども、例えば稲作とかっていうのは可能なんでしょうか？はい、稲作も可能です。で田んぼの方がよ、なんですかね、より、まあ、いい条件のところは見つかるんじゃないかと思う。今あれ坂本さんは、どの辺で農業始めたいとか、はい、こうなんかご予定とかってプランってあるんですか？いや、あの場所についてはプランは全然ないんですけども、今現在住んでいるところがあの栃木県の真岡市というところになります。はい、まあ、真岡近辺でしたら、まあそのまあ、そうですね、県北も近いですし、もっとあの、まあ、笠間とかあのもう少し南の方にも行けると思いますので、いろいろこう、まあ、農地ってやっぱり一番大事だと思うんですよね。そのどこで農業を始めるか、何を作るかっていうところで今後のその営農の計画ってすごい変わっちゃうんで、まあ、いろいろ県北、まあ、県としては県北をおすすめはしますが、まあ、坂本さんのこう今後を考えると、いろいろこう県北になんていうか限らず、いろんなところをこうご覧になってから決められてもいいのかなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、あの茨城県でやっているこう有機農業の支援というのは県北に限らず、あの県全域ということで、あの理解してよろしいでしょうか？はい、あの、まあ、特に県北をおすすめっていうところはあるんですが、あの県北に限らず茨城県で農業を始めていただけるというのは、あのどこの地域にしてもありがたいことなので、あの県北に限らず、あの県内全域であの支援をさせていただいています。県政はどうですか？あ、県政はいいですよ。そうですよ、県政も本当に条件のいいところがいっぱいありますし、ただ県政地域はあのまだまだこう力のある農家さんがいっぱいいらっしゃるところだと思うので、あのなんですかね、農地も条件いいところってなかなか多分、はい、あのまだうま、なんですかね、空きがないというか、いうところもあるのかなというふうに思いますので、まあ、その辺はですね、はい、各地域にあの農業改良普及センターっていうのが県内12カ所ありますので、はい、まあ、そういったところでこう ご相談いただけるといいのかなというふうに思います。で、あの、まあ、いろいろちょっと聞きたいんですけども、あの、まあ、新規収納をやる際、あの農機具とかを置いとく場所とかっていうのがこれ必ず、まあ、必要になってくると思いまして、例えば農機具を置く倉庫だとか、収穫した野菜を置く冷蔵庫だとか、まあ、必要になるんですけども、そのような場所に住まないといけないと思うんですが、まあ、引っ越さないといけないということなんですが、その住む家とかの空き家バンクの紹介というのは茨城県ではやっていらっしゃるんでしょうか？やってますよ、それは。そうですね、まあ、こちらの、まあ、農業部門というよりはどうですか、その空き家とかっていうと市役所さんとかそっちの方がこう情報なりをお持ちなのかなっていう感じはするんですが、まあ、そういったところもですね、県の人
あの農業回路普及センターは、まあ、市役所なんか市役所さんとも連携してますので、まあ、農業を始めたいんだっていうところを起点にですね相談いただければ、そういった、まあ、やっぱり、倉庫なんかを作る場所のスペースのある一軒家ってやっぱり農業を始める上では、まあ、最終的にはいいのかなというふうに思いますので、そういったところも合わせて情報は提供させてもらってますので、ご相談いただければと思います。で、やっぱりアパートに引っ越して新規収納っていうのは多分不可能だと思うんですよ。で、まあ、その中で、まあ、一つ思ったのがですね、農機具とかそういう冷蔵庫だとかそういうのを共有するような仕組みみたいなのがあったら新規収納者にとってはやりやすいななんていうふうにいつも思ってるんですが、その辺はどうでしょうか。そうですね、非常にいいアイデアありがとうございます。で、まあ、例えばそうですよね、そういったこう共同で活用するなんですかねっていうのは、何でしょう、例えば、まあ、なんていうかね、坂本さんのこう知り合いと、まあ、連携して一緒にこう農地を探していくとか、そういったやり方でもいいのかなと思いますし、例えば、最初のうちはですね、もっと共同でなんか施設を持つというところをもっと考えを発展させていくと、例えば一旦こう雇用されちゃうっていうんですかね、雇用収納っていう やり方もいいのかなと。そうすると、まあ、雇用収納で例えば勤めに半分近いような感じではあるんですけど、そこで技術を学んで、でそこで働いているうちに、あ、こういうやり方もあるんだなとかっていう、こうなんか、ね、農業の技術だとか、あ、農地の探し方とか、そこで働いているうちにこうなんか、ね、情報を得て勉強してこう収納していくっていうパターンもあると思いますので、まあ、雇用であればわざわざなんですか、ね、農機具とか持たなくてもいいし、農地も持たなくていいっていうところもあるので、まあ、そういったことも検討されてはいいのかなというふうに思います。一応いろんな有機農家さん、栃木県の方なんですけども、一応いろんな有機農家さんにご相談させていただいたんですが、どうしてもやっぱり有機農家さんというのは所得が少ないから、研修という形でお手伝いするのはいいんだけど、バイト代というのは払えないよっていう風な感じの勉強の仕方になっちゃうんですね。で、まあ、それは大体当たり前なんですけども、その学ぶのにも1年間の、お金が、の用意がないとできないとか、いや、現実的にいろいろと難しいところが出てきてます。はい。うん、先ほど私が言ったように、3年間は、もし無給のところでも、国の方で、補助をしてくれるんですね。おそらく、100何万は出るかなっていう感じします。それを3年間出ます。で、3年間勉強して4年目に独立するっていうようなことも国の方では3年間面倒見ましょうと、そういう制度もありますので、で、やはり本当に細かく有機を学びたいっていうことであれば、ちっちゃい農家がいいんですけども、私ども見たく従業員50人もいるところでは、一つの作業を責任者がやるんで、細かいいろんなところが全部できないんですね、もう分担制になってるから。だから個人でのところで勉強した方が、種まきから定食、収穫まで全部覚えることができる、まあ、そういうふうに早く立ち上げるにはそんなものがいいんですけども、なかなかそういう方は給料までは出ないですよね。まあ、私どもはほら、給料プラスアルファ、そういうふうなことも可能だとは思うんですよね、企業で、就職する場合は。まあ、そんなことも可能だと思います。まあ、私の方の常陸大宮の方に、じゃあアルバイトで来ましょうといえば、そこも住まいもあるし、機会もあるし、まあ、一通りは整ってるんですけども、で、国の方に農の雇用の独立っていうふうな農の雇用ありますから、それを申請してもらうと国の方からもバックアップする。
まあ、その間に、自分の方向性を決めて畑を決めて、やることは可能かなっていう感じはしますね。ありがとうございます。ちょっと気になったんですけども、バイト雇ってるんですか？もちろん雇ってます。県北のその社長宮で県北はもう2人しか常駐がいないんで、本当に忙しい時はこちらから応援に行くんですよ。で、私なんか週3回行って収穫してくるんですよ。なかなかね大変なんですよ。だからね、向こうで住む部屋もあるし、ただ真岡からでしたら約1時間ぐらいで通勤できると思います、だから非常に便利ですよ。私も真岡通ってきますから、個別に佐久間さん、大和田さんに個別にご相談してください、じゃあ他にご質問とかなかったら、ちょっと時間がもうかなり盛り上がってしまったので、一旦じゃあ本当にありがとうございました。米山さん、貴重なお話をありがとうございました。皆さんじゃあ拍手を持って、はい、じゃあ、第2部っていうか、まあ、本日こっちの方がメインなんですけれども、マルシェについての意見交換の方に移りたいと思います。今日の、まあ、ゴールとしては、本日のゴールは、マルシェの名前をみんなでこういろいろ意見交換して、マルシェの名前を決めようっていうところまで行きたいんですけれども、まあ、このね、3つのことを聞きたいっていうふうにあらかじめレジュメの方に書かせていただいてるんですけれども、オーガニックと聞いてどんなイメージを持っているか、どんなマルシェに行きたいか、今まで自分で行ってみてよかったり、よかったマルシェとか困ったり、なんだかちょっと違うなとかって思った点なんかを、みんなでちょっと共有シェアしたいなと思ってるんですけれども、じゃあ どうしようかな。はいとかっていう意見がある人は挙手でお願いしたいんですが、挙手なければ、挙手なければ、最初はこちら適当に、何を聞くか、はい、まず何を聞くかはさっきも言ったようにオーガニックと聞いてどんなイメージを持っているかっていうのと、じゃあこれでいいんだよね、まずは。じゃあそれから、はい、イメージ、はい、イメージから、じゃあ皆さんこちらどなたか。なんかオーガニックって聞いて、例えばを言った方がいい？そうですね。じゃあ例えば、例えば、まあ、体にとか。そうですね。体にとか、あと、なんかそんな簡単なことでいいので、一言でいいので、もし何かある方手を挙げていっていただいていいですか？まさこでラック。はい。ありがとう。じゃあまさこちゃんミュートオフ。解除してください。はい、解除できました。はい、聞こえてますよ。オーガニックの印象はシャレオツ？シャレオツ。いいね、グッドです。あとなんだろう、ハーブとかなんかそういうシャレオツな野菜のイメージがどっちかっていうと今まではありました。はい、ありがとうございます。はい、他に別にどうぞ、吉原さん、はい、はい、どんどん、はい、お野菜本物っていうかところかな、農薬漬けのお野菜はお野菜じゃないと思ってるので、本物っていう本当のお野菜っていう感じかな。なんかちょっと電波が悪いです。ありがとうございます。はい。まだ美味しいっていうのあるよね。美味しい。絶対外せないっていうの、美味しい。そう、今の本物であれだけど。あと環境にいい。なんか大地が蘇るとかそういうイメージありますね。はい。他にもうどんどん自分でミュート解除して言ってください。何かあれば。一つの例として、はい、今は日本の田んぼっていうのは化学肥料と
で、農薬漬けだから、で除草剤漬けです、うん、でそれをやめた人、うん、そしたらね田んぼが蘇ってきたんですよ。わ、要するに谷シとか、うん、ちっちゃい小魚、うん、これが普通はいないわけですよね。もうね、うん、農薬とかもう除草剤でずっと作ってるところが、うん、それがまたね復活してくるっていうのがね現実に見てきましたね。だから、うん、有機でやると非常に、そこの自然の環境が蘇ってくる、うん、昔と同じようにそういうことが現実に起きると思います、うん、説得力が説得力がやっぱりねやってらっしゃる本当にものを見てきてるから土壌とかいなくなったのそれがね出てくるんですよ。土壌出てくるんですか、うん、不思議だよね。不思議です、うん、土壌ねえ、うん、いなくなったのそう、タニシとかも出てくるんですよ。どこから出てくるんだろうなって。どこから出てくるんでしょうね、うん、なんかでもすごいすごい嬉しいですね。あとそういえば大和田さんの畑行った時に微生物の話も教えていただきましたよね、うん、だから微生物は、うん、やはり増えれば増えるほど畑は良くなってくるし、うん、やっぱり美味しい野菜がその微生物によってできる、うん、で、今まあ、先週も今週もそうですけど北風がものすごく強くて、死んでる畑は本当に砂嵐になってます。はいはいはい。で、やはり堆肥とか微生物を使った畑は砂嵐にならないんですね。だからそういうふうなところをよく観察してもらうと本当に微生物の力っていうのは強いなと。微生物が土を飛ばないようにしてくれてますから。だから生きてる畑なんですね。だからよく端っこの方に土が固まってるところは死んでる畑です。微生物がいない畑。土が固まって。うん。要するに飛ばされてね。うん。道路脇にたくさん山積みになってるところはもう微生物がいない畑ですね。うん、そういうのところたくさんあります今年は。うん、時は、ね、溜まってしまうんですね。うん、風で飛ばされてる、ね。風でね。うん、なんか話するのが恥ずかしい人はコメント。あ、うん、そう。いいですか。はい、どうぞ。今大和田さんの話で何だろう。ダメだ。やっと聞こえてますが大丈夫ですよ。あ、大丈夫ですか？聞こえてます。はい、土壌が出てきたりとか、こう蘇るっていうことでミネラルがたっぷりだからじゃないのかなってふと思ったんですけど、農薬とかでね、農薬とか化学肥料だと今全然ミネラルがもう足りてないじゃないですか。でそれがもう本当に病気の原因なので、そういうオーガニックの野菜を食べることでアレルギーだとかいろいろな病気が治っていくっていうか、ミネラルでっていうことを、まあ、実際にこう私知ってる方でいるんですね。なのでさっき私本物の野菜って言いましたけど、それが本物というかそれが本来本当なんですよね。今までが農薬、うん、それから窒素リン酸カリっていうんですか、私も詳しく分かりませんけど肥料ね、化学肥料もうその辺をもう全部やめてほしいなっていうのが私の狙い思いなんですね。千葉県のいすみ市ではヘリコプターの何でしたっけ、農薬、はいはい、あれもやめて、お米をね、子どもたちがオーガニックのお米を食べているっていうことをやっているっていうことで、畜生では農業を巻き込むって難しいんでしょうかね。残念ながらまだね、農薬会社と農業と、ね、あと生産者が不安なんです。はい、でそれがやっぱりいろいろ絡まって、
今は一回だけやってます。ああ、うん、あ、そうなんですね。前は2回やってたんですけども、一回に減りました。減ったの、あ、そうなんですね。そうです。だから、あの、例えばね、うちではやりたくないって言っても、風で飛んできますよね。そう、絶対無理だって友達のお家とかでも言って、うん、そりゃそうだよなとか思って、だからやっぱり皆さんでこの、なんでオーガニックが大事なのか、農薬がいけないかっていうことを、きちっとこう、分かってくると、もう使えないと思うんです、農薬とか。大体ラウンドアップが安全なんて言ってることも信じられない、あの、思いでいつもね。あのホームセンターで安全ですなんて堂々と言ってたら私も大嘘つきと思っているんですけど、本当に皆さん正しい情報をね、あの私の知り合いで面白い人体実験やった人もいます。あ、そうなんですか。そう、これね、ローソンの取締役なんですけども、はい、ローソン、はい、15年ぐらい前にその人と知り合って、いろいろ会食の時にその人が何をやったか、はい、ローソンの弁当は安全かどうか、はい、自分で毎日1年間食べたと。あ、で、1年後に何が起きたかっていうと、やはりその当時、保存料と着色料とか、はい、もういろんなやっぱり化学調味料的なものが入ってまして、それを食べ続けたら、1年後に尿道結石になりました。あ、ですよね。うん、で、これはローソンの食べ物は非常に微妙な食べ物だと。ただ、なくすわけにいかないんですね。やっぱり食中毒とか。だから、なるべく減らそうという方向性にしたんですけども。はい、で、それで、じゃあ今、現実どうなったかって、その人は。はい、そしたら、マクロビオティックを全部変えた。食事を、はいはい、病気に変えた、うん、そしたら治りました。そうなんですよね。あの、発達障害とかってあれ病気じゃないんですけど、うつも病気じゃないんですけど、結局ミネラル、まあ、ビタミンミネラル、そうですね、そのバランスで、あの、はい、治っていくんですよね。そうです、そうです。もう本当にね、その辺のところをね、こう、うん、やっぱり国がね、あのOK してるものは安全って日本人は洗脳されてるじゃないですか。私もそうだったので、勉強する前はなんて日本って安全な国って思わで、実際あの本当のことを知るとすっごい愕然としてね。だからもうやっぱり農薬にしても国が許可してるんだから安全なんじゃないって、あの消費者の方は思ってると思うんですけど、農家の方は自分の食べるものと出すものは全然別に作ってるんですよ。言ってますよね。ええ、確かにそうです。そうです。そうなんですよ。確かにそう。あの、近所からピーマンをいただいたんですね。うん、そしたら、これはまだ農薬やってないから生で食べられるよって。ガガですよね。まあ、あの、現実はそういうことになりますね。あの、やっぱり一般の農家の人は、はい、農業とか市場にが中心なんで、そうなんです。見た目をきれいにしないと、もう価格がつかないんですね。そうなんです。だから生活を守るために、そうなんですよね。そういうような農薬は使わざるを得ない。なので、まあ現実です。でも、あの、オーガニック、全部オーガニックにするっていうことは、まあ、無理、うん、無理じゃないっていうか、そうしなきゃ地球がダメになっちゃうじゃないですか。そうですね。気が死んじゃって。うん、なので、ただ今オーガニックってちょっとお高いっていうイメージがあるので、こういうお話をするといいのは買ってても高いじゃんってなるんですけど、じゃあみんなで買えばいいじゃんって思うんですけど、なかなかその辺の意識をね、はい、あの、実際に、やっぱりオーガニックでやると、失敗する可能性はものすごく高いんですよ。はい、やっぱり農薬もできない、はい、ということは、虫が発生してもその対策が取れないと、もうやりようがなくなってしまうんですね、はい、だからやっぱりオーガニックをまずやる前には必ず、オーガニックの農場、あとは農薬もかけていい農場っていうものを分けてやらないと、最初のうちはやっぱり生活を第一にしないとやっぱりダメだと思います。
そうですよ、ね、だんだん慣れてきたらオーガニックの方にどんどんシフトしていけばいいんで、ただオーガニックをじゃあ全部やりましょうって、農家の人が決めたときに、今私がやってる無肥料栽培、自然栽培ですね、だんだんとやっていくと虫が非常に寄りにくい農地になってきます。だから逆に、虫との共存共栄が、この畑はできるかなと、はい、うん、私も、まあ、そういう畑になってくれば非常に良い畑になってきますね。私も農業のことは全然わからないんですけど、まあ、ちょこちょこ木村明則さんですか、命のリンゴのとか、なんかいろいろな農法でやられてる方のお話とか伺う機会があって、やはり今和田さんがおっしゃったように虫が寄ってこないっていうことをね、かかったことあるんですけど、やっぱりね、簡単にはいかないんでしょうけど、まあ理想ですね、そういう、はい、そこまでは本当になるためには本当に10年単位のスパンでやらないと、なかなか厳しいですね、そうですよね。で、先ほど言ってたミネラルが不足している畑ってありますよね、はい、確かに化学肥料と農薬漬けはほぼミネラルなんてのは半分以下じゃないかなっていうぐらいに落ちると思います。あ、もう50年前の10分の1って言われてますね。うん、本当にそういうに落ちてます、で。それはやっぱり化学肥料をどんどん使って成長させてるからなんで、でやはり堆肥とか、あと海のもの、海のものっていうのは貝殻石灰とか、木殻石灰とか、ああいうふうな、あと海の、山にいる石灰もあれはミネラル含まれてますから、はいはい、ああいうものを定期的に入れると堆肥とミネラルがだんだんと土の中に宿っていくんですね、でそれを野菜が吸うことによってミネラルがどんどんできてくるっていうことが、野菜の方で分かってくるんじゃないかな。それが美味しさだったり、非常に健康な野菜になってくると思います。でやはり人間の体でも80元素ぐらいのミネラルが必要だって言われてますから、はいはい、で自然界にはもう110ぐらいあると思います。そうですね、はいはい、その中のやっぱり土の中に、もう100ぐらいのミネラルがあれば非常にいい野菜が育つんじゃないかなっていうことがあると思います、はい、だから海のものと山のものを混ぜるのが一番いいのかなって感じしますね。そうみたいですね、だから本当にミネラルたっぷりのお野菜を食べれば病人も減るんですよね、うん、そうですね。どうしたら医療費、水です、はい、水、はい、水、はい、ミネラルの入った水を、はい、飲んでもらえば、はい、はい、飲んでますそうなんですよね、水も、はい、人間の、ね、6割から7割は水ですから。あ、そうです、そうです、ね、はい。その水を改善すれば、はい、病気も起きづらいし、そうなんです、非常に健康な体、はい、老化も防げるし、まあ、うん、もね、うん、あると思います、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。他にあります。伸び伸びしてる。なんか伸び伸びしてるイメージある。すいません。他にありますか？はい、どうぞ、エビさん、はい、オーガニックのイメージで、はい、心とか体に優しいと、はい、優しいってありますね、はい、心もいいですね、体に優しい心、はい、大事です、すごいそういうイメージありますね、はい、はい、誰というか誰ですか、鶴見さんいかがですか。あれ、はい、あ、私も心と体に優しいマルシェってなんか同じことを思ってました。あ、はい、ありがとうございます。まさにそれはそうですよね、はい、あ、ひとみさん、ひとみさん
お願いします。小倉ひとみさんいらっしゃいますか。はい、こんにちは。あ、こんにちは。なんか、ま、あのマルシェの、あ、マルシェじゃない、ごめんなさい、オーガニックのイメージ何か思ってらっしゃるのか。私も体に優しいとか、うん、健康にいい、うん、とか、あとは自然って、自然のイメージですかね。自然ですよ。ナチュラル、そうですね、うんうん、ナチュラル、自然、うん、いいですね、うん、そうか。じゃあまあそんな感じで、うん、はい、はい、じゃ あ次にありがとうございます。そしたらこれまで皆さんがいろいろ行ったり見たり、まあ、体験してきてよかったマルシェと、え、なんか違うなみたいなマルシェ、いろいろあると思うんですけど、でそういうのを含めてどんなマルシェに行きたいかっていうのをシェアしていただけたらなと思います。はい、消しちゃって大丈夫、あ、撮った、撮りたい人いれば、あの、あ、あの撮って、ちょっと撮っといてね、うん、じゃあ、じゃあ皆さん、皆さんどうですか、消して大丈夫ですか、皆さんホワイトボード消します、消します大丈夫ですか、大丈夫、大丈夫も何も消しますね、はい、消します、共有します、共有はしますけど、はい、はい、じゃあ、これないとでもネーミングあれ、うん、え、まあ最後にマルシェ名を考える、うん、ね、じゃあなんか紙に書くよ、こっちでじゃあ、写真見ながら、写真があるから、写真見ながら今、うん、裏で、そうしましたら、じゃあなんか、い、あの、どんなマンションに行ってみたいかみたいなのをちょっと共有しましょう。はい、ありますか、なんか今までに行ってみてこういうマルシェ楽しかったなとか、なんかこういうのが良かったなとか、あとはなんか私実は一個あって、あのすごいなんて言うんだろう、たくさん具体名出せないからちょっと、まあ、あまりにもやっぱり出店者が多すぎて、すごく、そのマルシェ自体はすごくいいマルシェで、あの一つずつの出店者はすごく良かったんですけど、でも多すぎてちょっと頭が混乱して見づらかったのと、なんかどこに行っていいか分かんなくなっちゃったっていうのがあったのと、あとはまあ、そういう大規模なマルシェなんで、まあ、これ仕方がないかもしれないけど、トイレが足りないあと食べ物屋さんにものすごく並ばないとご飯が食べられないっていうのは今までに行ってちょっとがっかりして、なんかナチュラルなマルシェだったので、こうやっぱりゆったりしてこうリフレッシュできるような気持ちで行ったら、どちらかというと殺伐とした気持ちで帰ってこなくてはいけない感じがあったということが一度ありました。はい、そんな感じです。もし何かあれば皆さんも、出店者が多いのもそうだけど、人が多いっていうのも多すぎるっていうのも、お客さんがね、ちょっと困ったっていうか、うん、はい、ちょっと、全然見れないじゃんみたいな、うん、ありますよね、オーガニックのイメージとゆっくりっていう、そうゆっくりと対照的になってしまう。もう人気のマルシェだったのかもしれないが、うん、人が多いし出店も多いし、それこそ密、うん、密なマルシェっていうのはあまりよろしくないなっていう、これからの時代はちょっとよろしくないかもしれない、ねね、ないなっていうのがありますよね。だからそういうとその逆、良かったマルシェっていう、いや実際私そんなにまだ具体的にはっていうのはないんだけど、ゆっくりできるマルシェってどういうのだろ う、 っていう、そうだね、なんかゆっくりできるとか、うん、なんか心と体に心地いい、心地いいマルシェ、心地いいマルシェでどんなイメージかなっていうのを、まあ実際に行って良かったもそうなんだけど、こんなんだったらいいんじゃないみたいなのは、まあさっきのあの、まあ体にいいっていうオーガニックのイメージともすごくね、うん、ちょっとリンクすると思うんだけど、やっぱりそういう良かったマルシェっていうか、どんなマルシェに行きたいかっていうと、そうゆっくりできるとか、うん、心地いい風通しがいいとか、うんうん、
体が癒されるような、あ、そうそう、いや、いや、癒される、ね、あのそういう風な雰囲気がいいよね、うんうん、癒される。あ、だからなんか、うん、なんか 大自然に囲まれたとか、なんかそういうのも、まあ、都会の中でもそれなりにいいマルシェみたいなのはもちろんあるんだろうけど、そうそう、前回言ったようなあの国連大学でやってるようなやつは雰囲気はすごくよくいいとは思うんですよ、うん、なので大自然の中には全然ないけど、でもなんか来てる人とかやっぱりおしゃれな感じだし、まあ、そこは風通しはいい感じです。でもせっかくこっちの方でねやるから、やっぱり自然に囲まれたとか、あとそういうのをゆくゆくは目指したいですよね、うん、静かとか、うん、あ、にぎやかに、そこそこのにぎやかし、にぎやかしっていうか、そのワルシェな感じはいいんだけど、そうそうそう、ガチャガチャしてるとか、うん、そう、出店者の人とあのお客さんがゆっくり喋れるような、そう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 、そう、ね、ゆっくり喋れるとか、程よい距離感っていうか、うん、そう。そういうのがいいかなみたいなのが、そう、並んじゃってもう次が待ってるから、これのね産地についてもうちょっと聞きたいのに、あ、じゃあお客様お待たせしてるのでとかさ、いや出店者の人も心苦しいかもしれないけどね、行列できてたらそんななっちゃうだろうから、なんかそういうんじゃなくて、やっぱりゆっくりお話もできて、なんかそのコミュニケーションもそれなりに取れるみたいなものがいいかなっていうのはありますね。うん、なんかね、関係づくりをしていってもらえると嬉しいですよね。うんうん、なんかそう考えると、うん、もう年に1回とかってすると、こうバーッと人が集まって、そうなんですね。てしまうっていう回数とかもありますよね。私が住んでたアメリカのウェストラフィエットって10万人ぐらいの町に住んでいて、毎週木曜日の午後はオーガニックのものをこの公園で販売するよっていうのを、まあ、そういうのを好んでる人たちはみんな知ってるので、そんなに多くもなくで、の農家の方が卵を育ったのをこう楽しく話をしながら買ったりすることができたかなっていう感じがします。それすごくいいですよね。理想はそういう造形です。日常にオーガニックマルシェがあるっていうのは、はい、まさにあの本当それは本当理想だと思います。本当生卵は本当に大きいウォルマートとかそういうのところのは食べない方がいいってみんなに言われたら、本当に生卵をご飯にかけたいとかけたいっていうか、もうそうですね、日本人なので生卵をご飯にかけるっていう幸せを向こうにいるとあまりないので、卵を必ずここで買うみたいな、野菜もできるだけそこで買ってって、で本当自然の手作りのパンを食べたい、パンとかも売ってるんですね、手作りので、ジャムとかも手作りで作ったのが売ってるので、大きな本当に安くて大きなスーパーっていっぱいあるんですけど、うん、そういうのももちろんたまにはあの使いますけど、でもやっぱりちょっと贅沢したいなとか、あの美味しいの美味しいパン食べたいなっていうと、そこで買って楽しみにしてました。普通のスーパーで売ってるもので、それってどのくらいの規模なんですか？だいたい20店舗ぐらいかな。はあ、いい感じですね。うん、本当に小さい、はい、で夏とかはレモネードとかの、わあ、美味しそう。すごい、そこで絞ってくれて、ね、あとどのぐらいするって、ちょっといっぱいどのぐらいとか聞かれて、美味しそう。リトルとか言って、はい。それは美味しそうですね。すごく、だからそんなに大きくもないし、20店舗くらいだと自分の欲しいもの買ったらもう大体買えるので、ちょっと話して、だからそんなに並ぶようなこともないので、はい。いいですね。いや、そういうの理想です。本当でも毎週どっかでね、うん、とか、まあ、うん、そういうのがあったらいいよね。場所がね。いくつかの場所をこうあの毎週代わりで変わるとかね、そういうのもいいかもしれないし。確かに。そういうのが理想です。場所は一箇所でここだって分かってた方がいいのかな、変わらない。
そうか。なるほど。覚えてるので、もうここ、毎年こうパなんとかパークに行けば、オーガニック毎週木曜日の午後やってるからって。まあじゃあそれはゆくゆくそういうの場所ができるように考えて、はい。それを目指しましょう。はい。目指したい。他にどんな感じ、あのもう全然思いつきで全然いいですよ。どっか実際に行ったとか行かないとか、かあの関係ないので、あのこういうこだわり。あ、ちょっと よろしいですか。はい、どうぞ。はい、あの僕1回だけマルシェ行ったんですけども、あのそこであの注意深く 見させていただいたのが、子どもたちが遊べるようなその工作スペース、折り紙とか、あのなんか車を工作するとか、そういうふうなスペースがあると、子どもたちはそこで遊んでて、お父さん、お母さんは野菜見たりとかできるみたいな。それいいですね。やってました。はい、で、またあのテーブルとか椅子とかもフリースペースに置いてあったんで、そこで家族が一緒にご飯食べながら、まあ、おしゃべりするみたいな。ことをやってたので、あ、そういうのがいいなというふうに思いました。とてもいいと思います。ナイスアイデア。いいです、うん、それは必要だね、うん。それはいいですね。はい。そうですよね。我慢させて。そう、富山さん、茨城県でやってるところってあるんですか？他にオーガニックマルシェとか、農家の方たちが定期的にとかってありますか？米山とか、福場とか、その石岡とか、そういう盛んな地域は。はい。あの、お隣、筑西市の隣の結城市なんかでも、確か、あの、去年の12月ぐらいに、そういったマルシェみたいなのやってたと思います。あとは、うん、高萩市だとか、はい、あの、県内で、まあ、その、まあ、定期的にっていうよりは、まあ、ちょっとそのコロナの影響もあって、まあ、ちょっと私の農林水産物なので農業関係の視点からなんですけど、うん、コロナの影響もあってこう販売なんか苦戦されているような方もいらっしゃったので、そういう方の支援の目的で、はい、あの販売部門の方でそういったあの、マルシェといいますか、そういったのを支援させてもらっているのもあって、はい、その中でそうですね、結城市とか高萩市なんか、あと稲敷市でやってるところはありました、はい。まああのでもどちらかというとその毎月定期的にというよりは、はい、それはまあスポット的に去年やったっていう、うん、あとはやっぱりその筑波の方の家康の中の方を、はい、店舗っていうかその、ショッピングセンターの中でこう定期的にやってるっていうのはありますね。ここにそのショッピングセンターの周りの農家さんが持ち寄って、はい、販売してるっていうのはあります。はい。あ、でもなかなかその今のお話にあったようにこうどっちかというと本当にそれは飽きないというか商売というか、はい、販売ということがメインにあって、うん、こうコミュニケーションの場というかそういったところになってるかというと、まあ、ちょっとここはまだまだ足りないかなというところは、はい、すいません、いいですか。はい、どうぞ。あの筑波市でオーガニックファーマーズマーケットっていうのは毎週行われています。あの本当に店舗は10店舗以下で、あの近隣の農家さんが直接売ってる小さい感じは毎週日曜日行われてるのがあります。うんうん、ありがとうございます。今度行ってみたいですね。どこでやってるんでしょうね。筑波市のどの筑波市のどこでやってるんですかね。山新なんで多分ホームセンターみたいなところ、山新グランステージつくば、うん、山新グランステージ、うん、あとつくば市だとつくいちさんがありますよね。月に1回やって、つくいちさん月1回やってますね、うん、そこはすごい雰囲気私大好きです。アットホームな感じですよね。なんかゆっくり話せていいですよね。そう、うん、確かに中央公園で筑波の、うん、筑市っていうか、うんうん、他にはどうですかね。なんか結構出たかなっていうのがあると、うん、これをグランテラスでどう再現するか確かに、うん、
まあ、ブラウン、その前にね、ちっちゃいのもやっていた方がいいよね。他は知らないのかな。他なんかありますか、どうぞ皆さん。高子さんとか。いつも、エビサワタカコさんなんか、エビサワさん、すごいいつも素敵な子の子。エビサワさん、なんかありますはい、マルシェじゃないんですけど、あのやっぺー祭りに行った時に結構地元のお店がたくさん出てるなって思ったのと、あと障害学習センターのイベントでもなんかお店がいっぱい出てる時に行ったことあるなと思ったんですけど、そういう雰囲気でオーガニックを中心に、飲み物とか食べ物とかバランスよく出店できたらいいのかなと思います。あとあの手芸品とかもちょっと興味があります。雑貨ね、そうですよね、バランスよく、そうですね。なんかタクト君とか大学生とか 若い皆さんはマルシェとか行ったりするの？あんま行ったことないです。あんま行ったことない。あれはフェスとかは？ああ、まあ、あります。フェスにいろいろお店とか出てるじゃん。ああいうのの雰囲気はどんな感じなんですか？まあ、結構人がいて盛り上がってる感じはします。なんかあのフェスなんかも人が当然多いから並んでるよね、みんなね、多分。あ、はい。そうだね。そっか。なんかだからガチャガチャしてごちゃごちゃしてっていうのはなんかちょっと違うなっていうね、そういうのとはちょっと違う。ゆったりゆっくり風通しがいい、癒されるってそういう感じですよね。なんか他に皆さんのイメージでいいのであれば。マキさん。ああ、もぐもぐレディさん。あ、何さんだっけ？マキさん。マキさん、いかがですか？実際出展されてたりとかすると思うので。ミュートが、ごめんなさい、ミュートを解除してください。ありがとうございます。もぐもぐレディのマキさん、はい、あ、はい、お願いします。実際マルシェとかに出店したことがまだないんですけど、なくて、はい、あ、なんかどんなマルシェなら出店したいなとかってありますか？出店したいマルシェとか、こんなんだけど参加したいなとかそういうのは、あの個人的に、個人的で全然 OK です。青山のファーマーズマーケットは結構月1とかで行ってたんですけど、あとロハスフェスタ、ロハスフェスタ、ロハスフェスタっていうのがあって、年に2回東京と多分大阪で開かれてる大規模ななんかマルシェみたいなのがあって、それは雰囲気もゆったりしていて、青山ファーマーズマーケットみたいな感じというよりは、なんかゆっくり一日楽しめるみたいな、そういう雰囲気のマルシェ。その、ロハスフェスタっていうのは結構大規模なんですか？そうですね。東京だと、あの光が丘公園っていう場所でやっててるんですけど、すごい、あの道の駅の芝生のスペースの10倍ぐらい、広いでやっていて、お花屋さんとか、キッチンカーはもちろんなんですけど、こだわった材料にこだわったパン屋さんとか、あと手作りの、手作りのバッグとか、雑貨類、何十店舗もあの参加していて、音楽ライブもやってたり、
そうですね、一日いられるようなそれ楽しそうですね、うん、そうか感じです、うん、きっと公園だからのんびり してられるんでしょうね、イメージですけど。そうですね、食べたりとかってテーブルじゃなくて、例えば芝生とかに座って食べる。芝生にレジャーシート敷いて家族みんなで座って食べてたり、うん、結構場所は決められてないんで、もう自由に皆さんそれぞれ過ごしてる感じだったんですけども、それは多分スペースが広いんで可能だったんじゃない、うん、お子さんもそういう感じだと遊んどいでみたいな感じで走り回って遊べたりするスペースが余裕があるってことですよね。ありがとうございます。それはすごい、一回行ってみたいですね。それなりに勝手に食べていいんだもんね。それは、それはやりようによってはできる。芝生のところなんかちょっとおしゃれな感じに、ティピーだけだ。あ、ティピーね。ああいうの買ってみたり。いやでも、もぐもぐレディさん、すごいいつもかわいくて美味しいお菓子をいっぱいグランテラスに出してくださってるので。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私ぜひ、オーガニックマルシェに出店いただきたいと思っています。ありがとうございます。ぜひ。はい、ちょっと一つあるんですけど、はい、今までオーガニックの名前のお菓子を売ったことがあって、その時になんかお客さんにあんまり刺さらなかったですね。でちょっと友達に相談してみたら、なんかこの辺の人たちはオーガニックに対してその意識が弱い、てかまずオーガニックって何っていう感じだから、その言葉から説明するポップをつければいいんじゃないかって言われて、言われたことがあって、はいはい、なんでもし私の意見なんですけど、オーガニックマルシェとかっていう名前にしてしまうと、なんだろう、壁、一歩壁ができてしまうっていうか、壁になってしまう、壁というか何ですか、オーガニックってなんだろうっていうところからこう始まっちゃうんじゃないか。そもそもこのマルシェをやろうと思ったのが、その、はい、オーガニックっていうのをみんなに知ってもらいたいと思ってやろうっていう話なんですよ。なので、オーガニックマルシェの中でそのオーガニックを周知できるような、皆さんに知ってもらえるようなブースを1個作ろうかとか、そういう話はしてはいるんですけど、多分今、マキさんに言っていただいたのはその前の時点の話でだと思うので、なんかオーガニックって、オーガニックをとにかく知ってもらうために、その例えばマルシェ内でオーガニックについて勉強できるテントを用意するとか、うん、はい、そういうことがなんか必要なんじゃないかなって私は思いました。うんうん、はい、それは絶対に、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、絶対必要です。意識がまだそこまで行ってないっていう、聞いたことはあるけどって、確かに聞いたことがあるけどぐらいじゃ全然刺さらないですよね、うん、っていうのは別に自分にとって何も必要とかって思ってないから、買えるか買えないかしか考えてないんで、ね、うん、そうで、しかもなんかちょっと他の野菜より高いって言ったら何って言って、うん、いうぐらいでスルーされちゃうっていうのが現状すごく多いと思います、ね、結構ね、作ってる人も多いから余計でしょうね、自分のところでは安全な野菜を食べられちゃってるからオーガニックって今更何みたいなところもある。野菜を作ってる人が多いってこと、そうそうそう、この辺は、うんうん、
なんとかその意識を変えていこうというところを一応目指してるので、そうですね、っていうのは結局あのオーガニックっていうのは人間の体だけじゃないっていうところですよね、一番大事なのは。そう、環境ですよね、うん、環境とすごいつながってるので、うん、そこをやっぱり周知していかないと、うん、周知皆さんに知っていてもらわない、そうそうそう、私たちが生きているかどうか分からない、そういうことよね、地球のことを考えたらオーガニックだよねっていうぐらい、それぐらいの規模で話していかないといけないんだろうなっていう感じなんだけど、うん、でも今のご指摘すごくありがとうございます。本当にまさにその通り。ありがとうございます。米山さん、茨城県全体でオーガニック取り組んでるよっていう声かけみたいなのがあるといいですよね。欲しいです。欲しい。知事ね、大井川さんだってすごい肝煎りで、そのね、日立大宮のそれが始まったって聞きましたので、それぜひ県を挙げて、旗振っていただきたいです、うん、そうですね、今伺っててやっぱりそのヨーロッパなんかでもその有機食品オーガニックが進んでるっていうのはやっぱりその地球、自分の体だけじゃなくて環境のこととか地球のこととか、まあ、次世代の子どもたちにつなぐっていうところの視点、うん、まあ、文化って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、そういう文化が進んでるからやっぱりオーガニックって、まあ、欧米では進んでるっていうふうには聞いたことあるんで、はい、やはり日本はねまだまだそのスーパーの店頭に並んでる商品だけ見ているんですけど、やっぱりその先にある生産された畑とかその畑の自然環境とか、うん、そういったところはやっぱりその今あの皆さんおっしゃったようにこうまだまだこう、まあ、なんていうかね、文化といいますかあのご理解をいただけるように、うん、あの進めていかなきゃいけないなっていうふうに思ったところで、こういったそのオーガニックのマルシェを通じて皆さんにそのオーガニックの価値といいますか、そういったところをあの考えても皆さんにこう考えてもらえるようになるというのは非常にいいことなんじゃないかなというふうに今伺ってました、うん、あのこちらの県 の農業技術課の方でもですね、あのこうお手伝いできることがあればあの積極的にあのお手伝いさせていただきたい、ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で、そしたらもうちょっと時間もあれなので、じゃあなんとなくもうイメージ的なものはそれなりちょっと共有ができたかなって思っているので、うん、でもこれあとこの短い時間で宿題か名前決められる、ちょっと無理っぽくない、ちゃうから宿題にしました、うん、まあ、次回に次回みんなに持ち寄って、うん、はい、そうですね、そうしましょう、はい、あの今こんなイメージは結構共有ができたので、うん、じゃあそれにふさわしい名前って何かなっていうのをちょっと皆さん持ち帰ってもらって、次回に最初にその案をみんなで一人最低3つぐらいは考えてもらって、まあ、かぶるとそれがかぶったりもするかもしれないから、まあ、それはそれで、とにかくまあ3つと。いくつでもいいです。でも一つは最低なんか考えてきてもらってということで、それを持ち寄りましょう。はい。野原さんにちょっと聞きたかったですよね。はい。野原さん、それで次回そうの野原さん、あのちょっといろいろマルシェを体験されてあのオーガナイズされたりとかプロデュースされてるっていうその辺のノウハウも含めて、今までやってこられたそのマルシェのあの良かったこととかあの、まあ、課題とか。ちょっと私たちに教えていただけたらありがたいなと思うんですけど、はい、どうでしょうか。すみません、今日現場からで申し訳ないです。いや、とんでもないです。お忙しいところありがとうございます。はい、あの茨城県ってですね、2012年か13年にオーガニックん、あの県主体のオーガニックマーケットをやってるんですよ。2010オーガニックファーマーズマーケットですかね、多分そんな感じでやってると思うんですけど、やっぱりその情報伝達がうまくいかなくて大失敗に終わりまして、でそれを見習って栃木県が、まあ、自分たちが一緒に県の農政部と一緒に栃木の台所っていうファーマーズマーケットを開催したんですけど、栃木の台所、はいはいはい、ですみません、あのそうですね、あと道の駅の前でですね、まあ、自分オーガニックマーケット8カ所ぐらい、
手掛けさせていただいたことがあるんですけど、道の駅でもあった、道の駅でも2カ所やったことがあるんですけど、まずあの生産者さんのですね、農家さんの売り上げが全然上がらない、もう100円野菜の方にお客さんが流れてってしまうんで、その辺を農家さんをサポートする仕組みですね、売れ残ってもその買い取れるとか、なんかそういう仕組みが必要なんじゃないかなと思います。はい、なるほど、すごい具体的な、これありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、じゃあそのあたりはじゃあ来週、来週ごめんなさい、来月ちょっとその辺のところ詳しく、まずスピーチとしてお話をお伺いしたいと思いますので、うん、はい、お願いいたします。はい、大和田さん、すみません、ご無沙汰してます、よろしくお願いします。いえいえ、その森の扉の話、うん、はい、すみません、ちょっと、はい、現場から失礼します。あ、いえいえ、ありがとうございます。竹の整備、竹林整備されて、竹林整備の後、その後現場から今便利だね、竹林からズームのミーティングに参加できちゃって、そういう意味じゃ、そういう意味ではこのデジタル機器がね、うん、発達したのはありがたいんですけど、そうですね、はい、はい、ご紹介、うん、あ、そうだね、あ、じゃあそっちでも、あ、そっちでも共有できるので、うん、じゃあゆかりんからちょっと、本日はこういう風なちょっとの共有というところで、までとさせていただいて、一応次回の予定がこう一番最後にレジュメに書いてあると思うんですけど、3月27日、一番最後の土曜日、やっぱり同じ15時からで、ゲストはあの森の扉さんの今お話しいただいた野原さんに、まあ、その辺の具体的なオーガニックマルシェをもうたくさんオーガナイズされてきたので、そのノウハウも含めて、その大失敗って今日は突っ込んで聞けなかったんですけど、大失敗した理由と何が失敗だったのかとか、その辺のところも含めてお伺いできればなと思ってます。だからその失敗を踏まえて成功する鍵っていうか、そのポイントを教えていただけたらなと思います。はい、あ、これ、うん、それで今後の連絡、皆さん来月ももしご参加いただけるんであれば、まあ、LINE とかで、連絡できたらいいかなと思って、一応 LINE 立ち上げたんだよね。はい、それを今共有、今、QR コードを共有で出しますので、はい、もしよかったらそこを写メしてもらって、はい。はい。あ、なるほど。お願いします。はい。次回も、3月27日。あとは、考えた名前をここに送ってもらうとね。そうですね。それでもいいです。はい。そうだよね。みんなに言ってもらうっていうのも変だから。うん、思いついたらどんどん。思いついたらどんどん送ってください。ということで、あ、そうか。3つのなんかキーワードってにしようかって言ってたの。なんかあるね。なんだっけ、3つのキーワード、キーワードをさ、にしよう、なんか3つぐらいにまとめようかと思ったけど、なかなか難しいので、うんうん、それはちょっとこれを整理したら考えてみますけど、はい、皆さん一言ずつとかもらえます？そうですね、じゃあちょっともう一応、はい、お願いします。あ、大丈夫です、ゆっくり。そうしましたらもうほぼ終わりなんですけど、最後に一言、今日の感想とか何でもいいので一言ずつ皆さんお願いします。普通のあれかな、だったら普通ここに入るよね。普通のカメラでも大丈夫。あ、普通のカメラ。あ、じゃあ米山さんいかがでしたか。今日は本当に勉強になりましてありがとうございました。オーガニックのね、その皆さんのこう捉えてる。本物とか美味しいとか、シャレオツとか、いろいろこちらも勉強になりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もしよろしかったら、ぜひ次回もご参加いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。登録できてるみたい。じゃあ、ちょっと初めての試みだから。登録できたかったじゃあ、シダンさん。はい。感想、今日の感想などお願いします。とても良かったです。育成を中心に茨城県全体でオーガニックを目指していく
それが環境にも優しいし、こう地球の大きな目標である SDGs を達成する、小さな子の力から大きくなっていくっていうことを一緒に体感っていうか、あの実感で、お話の中で実感することができたのですごく良かったです。ありがとうございました。じゃあ来月もよろしくお願いいたします。ひとみさん、ひとみさんお願いします。はい、今日はちょっと遅れてしまって本当に申し訳ありませんでした。そうです、お忙しいところありがとうございます。このオーガニックマルシェをやろうっていうプロジェクトがいろんな方がどんどんあの参加が増えて、場が広がってきたなっていう感じがして本当に良かったなと思います。また次回も皆さんからいろんなお話が聞けるのを楽しみにしてますので、またどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあもうちょっと順番に言ってきますね。吉原さん一言お願いします。吉原玲子さん、あ、吉原さんお願いします。あ、はい、すみません、あの今日とても勉強になりました。それになんかオーガニックのねお野菜をこんな近くで大和田さんとかね作ってらっしゃる方がいるっていうことも知れたし、県のあのいろいろな取り組みとかも分かって、茨城遅れてるって思ってたんですけど希望が湧いてきましたので、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。鶴見和美さんいらっしゃいますか。ミュートになってるかな。聞こえてないです。あ、なんかね聞こえてないです。ミュート私、あ、聞こえました。はいはい、聞こえてなかったですか。はい、あ、ごめん、ね、はい、今聞こえました、今聞こえました。鶴見さんです。鶴見さん、鶴見さん、あ、声がね、なんか入ってないみたいなんです。聞こえないです。あ、なんでだろう。なんで。あ、チャットで。喋って。一度ミュートにしていただいて、もう一度。どうでしょう。あ、ごめんなさい、なんか音声がね途切れちゃったみたいなんです。聞こえないです。すいません、どうしよう。なんかコメントで、チャットでご感想をコメントで入れられたら、何かで後でお送りいただいてもいいですし。すいません、はい、ちょっと聞こえなかったです。ごめんなさい、はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。岩田ひろみさん、今日は初めてだったんですけども、あのお勉強になりました。オーガニックについて。そう、で、あの二宮の道の駅で和田さんの人参ジュースを見かけたので、あれ買ってください、すっごい美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。二宮にあったんですか。二宮の道の駅にいろんな野菜と いろんなもの種類も、あ、品だけじゃなくて、うん、道の駅で買いました、うん、そうですか。はい、今二宮の道の駅とグランテラスと、うん、あとは川島のローソン、うん、そう、あの辺、いや、セブンイレブン、セブンイレブン、人参ジュースはね、はい、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ時間もよかったらお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。市塚真紀子さんいらっしゃいますか。はい、あ、お願いします。今日も、貴重な話ありがとうございました。本当なんかみんなの力が合わさってどんどん盛り上がっていってる感じがとっても嬉しいです。あ、こちらこそありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあまた、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、高この人は参加してない。いらっしゃってると思いますよ。呼びかけて。高梨、あ、ごめんなさい。高西よしみさんいらっしゃいますか。お名前間違ってたらごめんなさい。いらっしゃらないかな。じゃあ、和田純子さん。和田純子さんいらっしゃいますか。和田さん。
移動中かな。移動中。じゃあ、マキ、アサミ、アサ、あ、マナさん。マキさんいらっしゃいますか。ごめん、共有をそろそろ、はい、してもらえるね、一回。ごめんね。はい。あ、もぐもぐレディのマキさん。はい、ありがとうございます。マナです。マナですね。はい、はい、失礼しました。じゃあ、今日の感想などを。はい。今日は茨城のオーガニックに対する取り組みと、オーガニックについて皆さんの意見を聞けて、とても勉強になりました。よかったです。よかったです。はい、ぜひ。あの、おとといなんですけど、大和田さんの人参ジュースを道の駅で買って、ありがとうございます。朝ごはんにしたんですが、初めて飲んだんですけど、もう美味しすぎて。なんかもう人参の甘さ、そうです。がすごい。何も入ってないんで。そうですよね。はい。なんか原材料を見たときに、人参とレモンだけだったんで、そうですね。はい、びっくりして。衝撃ですよね。衝撃でした。毎日飲みたいと思います。ありがとうございます。で、これで、今までその道の駅でレインボーフューチャーさんの野菜結構買って食べてたんですけど、さすが。さすが。それ、その生産者さんが大和田さんっていうことを知らなくて。社長さん、ありがとう。それを知れたっていうこともとても勉強になりました。よかったです。はい、じゃあまた。ぜひ今度の畑に見学に行きたいので、ぜひ行きましょう。ぜひいらしてください。お願いします。ありがとうございます。うちはいつもオープンですから大丈夫です。ありがとうございます。行きましょう、皆さん。皆さん行きましょう。そうですね。ツアーしましょう。はい、次この人いらっしゃってるのかな。じゃあ、はい。坂本さん、感想など。はい、え、感想はい、いろいろ食べてから手短でいいですよ。あ、わかりました。栃木県も茨城の人みたくオーガニックに対する意識が高まればいいなというふうに思いました。あ、ありがとうございます。お互いに。お互いに。とはいえ、茨城県もここ、今ここ盛り上がってるので、若干ここだけっていう話もあります。ありがとうございます。引き続きいろいろ、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそありがとうございました。あさこちゃんいますか。もう行っちゃった？まさこちゃん。いるいる。いる？すごいよ。はい、なんかすごいよ。なんか5音っていうか、すごいことになってるけど、はい。じゃあ感想なども。はい。お世話になりました。こんちゃん。はい。裏話とか、あと皆さんのお話を聞いていて、ああ、そういえばそうだっけみたいなところが、何箇所か。ありました。面白いね。面白いね。ママって面白いね。そう。あとちょっと関係ないんですけど、下館の道の駅ってちょっと高いですよね。何が？値段が？グランテラスのこと？そうそう、商品が野菜とか。あ、そう？あんまりそれは、スーパーより。あれどうにかなんないのかなみたいな、ちょっと今回の話と違うんですけど。それだけ。そうですか、それは。でも大和田さんの野菜は安かった、オーガニック、まあ東京は安い、買ってる、びっくりしました。買ってる、まさこちゃん、レインボーフューチャーの野菜は安いからね。そうそう、行ったらね、買いに行こうと思って行ったら休みだったの。残念。はい。じゃあ改めて買いに行ってみてください。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。井上玲子さん。井上玲子さん。もう行っちゃったかな。はい。お願いします。今日初めての参加だったんですけど、はい、ご縁いただいたんで、また違ったかな形でも皆さんとつながれたらなと思います。そうです、お願いします。はい、来月もぜひ参加させていただきたいです。ね、今その自然栽培をやってる会社にお勤めというふうにお伺いして、その辺の会社のこととか、ちょっともうちょっと聞きたかったんだけど、はい、前なんでまたぜひまた、はい、機会があればお願いいたします。いたいと思います。はい、ありがとうございました。みさん聞いたよね。
とみさんとか。はい。それで、じゃあ、はい。タクト君、大学生。どうですか？はい。ああ、なんか、オーガニックのこととか、まあ、よく知れて、あと、今回は前回よりも、なんか、いろんな人の意見とか聞けて、なんか盛り上がってる感じでよかったと思います。君もちょっとさ、友達とか誘ってよ。はい。大学生の友達。大学ずっとオンラインなんですか？授業。もう春休みか。もう春休みです。うん、ちなみに、大学の学部っていうか、何を専攻されてるの？ああ、今は理学部です。理学部か。おー、すごい。茨城大学 の、 あの農学部の女の先生はあの茨城県と一緒にあの私どもの農場の土の分析してますよ。あ、はい。今度はさ農学部の友達とかさあの誘ってみて。あ、はい、無理のない範囲で。ああぜひね、ちょっと私たちもその大学生と話す機会とかあんまないのでね、若い、ちょっと若い子の意見とかもう少し聞きたいと思ってます。はい、じゃあまた来月もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、エビサワさん。あ、エビサワさん。お願いします、はい。ありがとうございます。あの今日はあの友達があのもぐもぐレディさんのいちごプリンが美味しいよってインスタに上げていて、でその作ってる方にお会いできたので今度ぜひ買いたいと思います。ああ、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしたら野原さんはさっき言ってくださったから、もうこれでしょうかな。今日は翔子にした方がいいですか、うん、じゃああと、和田さんは無理だよね、ちょっとね。あ、そう、沙織さんは今日は。沙織さんは今日はあれですね。はい、わかりました。じゃあ、一応皆さんの感想などもいただけたので、次回はじゃあ、マルシェの名前をみんなで考えましょうということで。はずみさんから今、チャットが入る、ね。はい。なんて今日はあ、ありがとうございました。チャットを、はい、これじゃあ読んで、読めない。じゃあ、鶴見和美さんがちょっとマイクの調子が、悪いので、チャットでご感想いただいたので読みますね。先ほどは失礼しました。今日はありがとうございました。お隣の結城市でオーガニック給食を目指す活動をしています。市内ではオーガニックの生産者さんとなかなか知り合えないので、米山様の茨城県内の有機農家さんのお話などとても勉強になり、また希望が持てました。ありがとうございました。米山様、オーガニック食材の出荷先の一つとして、学校給食、保育園、幼稚園への給食への供給も視野に入れていただけたらと思いました。農家の方にとっても安定した出荷先ともなるし、子どもたちにとってもミネラル豊富な食材はとてもいいと思います。千葉県いすみ市や木更津市、石川県羽咋市でも行政が先行して取り組んでおり、ぜひ茨城でもということです。そうです、はい、学校給食は絶対いいと思います。本当に米山さん、ぜひぜひ進めて、はい、県でありがとうございます。あの学校給食、まあ、教育の方の部門にもなるんですけれども、またそれの方とも情報共有しながら、はい、お話つなぎたいと思います。どうもありがとうございます、はい。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。それでは皆さん、ちょっとね、長時間にわたりましたが、一応本日はこちらで終了とさせていただきたいと思います。本当に、いろいろな人の、意見がまとまって、だんだんこう盛り上がっていけるなっていうのがひしひしと感じ取れて嬉しく思います。はい、それでは皆さん本当にありがとうございました。また来月お会いしましょう、はい、よろしくお願いいたします。人参ジュース買ってください。すごい美味しいです。道の駅にあります。モグモグレディさんのお菓子もありますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。人参ジュース大好きです。ありがとうございました。ありがとうございました。